今回のテーマは生態系。水産庁の発表によると、琵琶湖における平成20年の外来魚捕獲量は423トンにもなるらしい。主にペットとして購入した外来稚魚を川や湖に放流したり、国産魚の餌として持ち込んだ魚が逆に大繁殖したり、さまざまな理由から生態系の破壊が始まった。元はといえば大量発生した人間が地球を破壊していることは適面だ。このままだと全てが破壊に向かって走り、それを止めるために不自然な対応を繰り返す悪循環は止まらない。生態系が狂うと商業、経済、資源が偏り暴動が発生する。世界中の人々が欲にまみれる前に人類にはリセットボタンが必要なのじゃ。上を見ているだけだといつの間にかつまずいてしまうぞ。ああ、寿司が食いたいですな。